ションしてるの7つ持ってるよ。膝7つもいらんやろ。いや大量だったな。もしかしたら人通りのないところの方がたくさん在庫とか入ってんのかもしれないね。一つの仮説ですね。皆さんどうも、ここです。先日発売されたサイバーパンク2077プレイしていきます。一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。今回はね、メインストーリーは一旦お休みしまして、海外サイトを見ていたら、あるお金を無限に増やす方法を見つけました。最初版でもできるということで、それをやっていきたいと思います。ただそれだけやっていると作業ゲーになりすぎちゃうので、しんどいなぁと思う人もいるかなと思います。なので僕はそこに別の稼ぎ方を組み合わせてやっていきたいと思います。なお、様々なオープンワールドゲーム攻略動画も混ぜつつ、今後も実況していきます。チャンネル登録や援護射撃どうぞよろしくお願いします。ではやっていきます。まずその一つ目の稼ぎ方ですが、こちら自動販売機を使った稼ぎ方です。飲み物が10エディで売ってるんですけど、実はその缶の部分分解することができます。そして分解したものを売却するという方法です。手順ですが、まず自動販売機の前へ行ってカーソルをここに合わせます。もうあとは購入を連打して売り切れたら拾うという感じです。それを各自販機で繰り返していきます。1個で売り切れた。これもね、在庫とか決まってたりで、時間が経つのか離れた後なのか補充されますね。で、次の手順ですが、ドロップボックスやジャンクや武器屋の前に行ってメニュー画面を開きます。そして、イベントリー一覧の左下にあるバックパックから消耗品画面に移ります。で、ここが消耗品画面になります。そして、購入したドリンクの右下に操作方法書いてありますけど、その通りアイテム分解をします。はい、します。そうすると、今、左上にね、5224っていうこのアイテム部品アンコモンとアイテム部品コモンが増えましたが、こういう風に部品が増えます。一つの部品につき、普通のコモンっていう部品は6個、で、アンコモンの方は3個増えます。持ってるよ。膝7つもいらんやろ。ってことで次ドロップボックス行きます。そしてですね、先ほどの部品のところに行くんですけど、先にコモンの方は1個、5エディで売れます。そしてアンコモンの方は1個につき、8エディで売れます。例えば10本100エディのジュースでこの方法をしたとして、コモン部品が60個かける5エディで300エディになりますし、アンコモンは30個8エディで240エディになります。ジュースの原価が10本で10エディなので100エディ、こちらを差し引くと、ジュース10本をわちゃわちゃするだけで440エディの利益が出ることになります。いいですね。そして、こちらを売却してっていうのを繰り返すことになります。ちなみに、さらにこちらの部品は同じメニュー画面のこのクラフトページで変身させることもできます。で、武器に変えてから売った方が、儲かる場合も多いです。この辺は B のレベルや進行度で武器売却の価値が変わるみたいです。それこそ同じメニュー画面のキャラクター、この技術っていうところ、こちらに進んだ先にあるパークで、アイテムクラフトの
部品コストマイナス 15% とか、クラフトしたアイテムの売却価値プラス 10% とか、そういうのもあるので、まあ、こちらを開放してどんどんコスパを高めることが可能です。まあ、序盤の今は部品のまま売るのが良さそうでした。ということで、この方法でお金は自力で増やすことができます。自動販売機が多いところ、それこそ B の住んでるこの建物や、歌舞伎マーケットとか、ジュース購入を繰り返すルートを作って、もうあとは走り回るだけです。その作業でお金持ちになれます。はい。けれどですね、ここで最初の話に戻ります。それだけ繰り返すのはちょっと作業ゲーすぎてだるいなぁと思う人もいるかなぁと、そう思うわけです。なので僕はもう一つの高いコスパでお金を稼げる方法、NCPD ミッションも組み合わせてみたいなと思います。警察ミッションは、まあ、警察が解決してほしい暴行事件などを解決するもんなんですけども、この場所に行って敵を一掃したり証拠を手に入れたりすると、まあ、警察から懸賞金みたいなお金がもらえます。まあ、なので、まあ、警察ミッションのために街中を歩く中で自販機を見つけたら購入しまくることも忘れないっていうような形を取りたいと思います。その方が、自販機周りをするだけよりも、まあ、作業をしてて飽きないかなと思います。あと自販機だけよりもいい点は、この警察ミッションはその敵エリアにレアアイテムが詰まった箱があったり、それこそ敵が身につけてた武器や洋服も一緒に後で売れちゃう点です。僕みたいな最序盤であればあるほど、その拾い物の中に装備したいアイテムも見つかりますし、警察ミッションはレベル経験値とかも上がるので、これはもう一石何鳥なんだっていう話になります。以上が説明になります。では今から、そうだな、2時間。今、18,295AD ですけど、こちらがいくらになるか、ちょっとタイムアタック的なことしてみたいと思います。ちなみにさっき試しに何個か警察ミッションしてみたんですけど、この電気バトンというビリビリ警棒を拾いました。ちょっとね、まあ、攻撃力も高めではあるので、なんとなく気分で銃を使わずに、この警棒だけで悪い人を懲らしめようと思います。では、今から2時間は、ダイジェストにしたいと思います。レアアイテムを拾う瞬間とか、実際に自販機で購入しながら、警察ミッションを回っていくところをね、皆さんにお見せできればと思います。そして、また後ほど、いくらお金が増えたかを皆さんに報告して、この動画は終わりたいと思います。それではやっていきます。地図を見まして、警察ミッションの元を回ります。良くない輩をね、ビリビリの棒で懲らしめていきます。いざ。今殺すぜ。おお、ここ2人しかいない場所だった。こういうめっちゃ楽な場所もあります。そしてアイテムも回収。これを繰り返していきます。次の警察ミッションが近くにあって、足で移動してるんですけど、まあ、自販機をこんな感じで見つけるたびにジュースを買います。 5AD の食べ物は分解できないので、気をつけて10AD の方を買わないといけないところではあります。ビリビリの棒で成敗しております。一応非殺傷の武器なんでね、まあ、この後はね、警察に捕まえてもらいましょう。あんたのおかげで助かった。もうダメかと思ったよ。ほら、こんな感じでちょっとね、レアなアイテムも手に入っちゃうので、一石三鳥じゃないかなと思います。そして、まあ、こういうアイテムも回収しつつ、さっき倒した相手のね、武器も回収しまくって、後でごっそりと、売却していきます。
ここすごいな。敵エリアの中に自販機あった。もうこれ完全に僕の合体プランにうってつけすぎますね。いや感謝ですね。いやここはレアアイテムも武器もジュースもたくさん手に入ってとても大量な場所でした。どうもどうも、成敗しに来ましたよ。ビリビリ警棒、ビリビリの棒を持っていますが警察ではありませんよ。でも警察からお金をもらう警察の犬ではあります。あと一人、ビリビリの棒くらえ。さあ成敗しました。いやアイテムいっぱいで武器をまた拾っていきます。見てください、この自販機めっちゃ出た。ものすごい数だな。いやー大量だったな。もしかしたら人通りのないところの方がたくさん在庫とか入ってんのかもしれないね。一つの仮説ですね。さあ成敗しに来ましたよ。なんだかんだその拾った武器もかなりお金になりますね。この人たちの武器もしっかり頂戴したいと思います。そして動きを読み切ってのビリビリアタック。さあ、もう一箇所行けるかな。引き続きやっていきたいと思います。ということで、2時間が経過しました。アイテム、拾うのがちょっと楽しくて、気づいたら、まあ、少しだけオーバーしてました。すいません。結果ですが、ズバリ、18,295AD が、101,735AD になりました。桁が変わって6桁になりましたね。素晴らしい。ちなみに約2時間で解決した、警察ミッションは16件。で、敵エリアで拾ったものもあるので、正確にはわからないですけど、自販機で購入したジュースに関しては約800本でした。こんな感じでお金増やしたいなと思いながら序盤を進めている方、ぜひ試してみてもいいのかなというふうに、僕個人は思いました。さて、次回はね、再びメインストーリーに戻りたいと思います。では、最後まで見てくださった方、ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も良い一日を、明日も良い一日を。じゃあ、またね。